男女の里康幸は、茨城県つくば市出身で、高砂部屋に所属していた、元大相撲力士。本名は、岡田康幸。現役時代の体格は、身長176センチメートル、体重134キログラム、血液型は A 型。最高位は西三段目三枚目。2007年5月場所から2010年、3月場所までの3年間、 本場所での弓取り式担当力士を務めたことで知られる。小学生時代に柔道を始め、その腕前は初段に認定されるほどだった。筑波市立とよさと中学校を卒業見込みとなったため高砂部屋に入門して1999年3月場所で初土俵を踏んだ。入門同期生には、ことみつき、生、若あらおす、千代白鳳、若麒麟、 浜西キラがいる。入門後しばらくは、女二段での土俵が多かったが、所属している高砂部屋が、旧若松部屋と合併し、師匠も元小結び、富士金の六代高砂から、元大関朝潮の十一代若松改め七代高砂に、代替わりした後の2002年9月場所で、初めて三段目に上がってからは二回女二段に落ちたが、その後は三段目に定着した。 幕下も、目前の番付けまでは何度も上がったが、ついに幕下昇進は果たせずに、2013年、9月場所限りで、現役生活に別れを告げた。2003年、1月場所後に、旧若松部屋出身の朝昇龍が横綱に推挙され、同年、11月場所で武蔵川部屋の武蔵丸が引退すると、官令により、高砂部屋から、弓取り式を担当する力士を出すことになった。 当初は、後期場が務めていたが、2007年3月場所限りで、現役引退を発表したため、その後継者として、同年5月場所より、本場所での弓取り式を担当することになった。最高位は3段目であるが、最終的に3年間という長期間にわたって、弓取りを務めたため知名度は高い。2010年1月場所限りで、朝青龍が自身の起こした、 不祥事の責任を取って現役引退を表明すると横綱のいる部屋から弓取力士を出す慣例に従って男女の里も同年3月場所限りで本場所の弓取担当の任務を交板したただしその後も2010年10月3日に行われた朝昇流の引退相撲や各種行事イベントなどで弓取式を行う姿がたびたび目撃されていたありがとうございます